everyone. Welcome back, right here. It's Moss Country City. Hello, today. I'm Moss from Cat Country City. Almost the audience of Punchies on me now. What's Moss Country City? And I'll be curious this. This was my sister. What can she do? Is it doing? It's in Rally for next year to my parents. I'm pretty so happy. Back up.女優の上白石萌え歌22が5日テレビ朝日徹子の部屋スキー金曜午1:00に出演。姉で女優の上白石萌音24との名前の由来を明かす場面があった。姉妹ともに女優だけでなく歌手としてミュージカルでも活躍している上白石姉妹。MC の黒柳徹子から、名前の由来を聞かれ、萌え歌は、母親が中学の音楽の先生をやっていて、ピアノとか歌が母も好きだったので、姉に、音って詩をつけて、その後、私に、歌って詩をつけたと説明した。そういう環境だったこともあり、小さい頃から音楽が生活の中にあるっていうのはすごく当たり前だったと言い、それが今の活動につながっているっていうのはすごく幸せですねと笑顔を見せた。番組では今回上白石が幼い頃から姉上白石萌音のやってることに興味を持って一緒についていくようなことが多かったのでと切り出す場面があった。続けて自身が芸能界に入るきっかけとなった東方シンデレラオーディションへのエントリーについても姉が最初に勧められて受けることになり、じゃあお姉ちゃんがやるなら私も受けてみようと思って姉の背中にくっつくような感じで受けたことを覚えていますねと説明。また同オーディションではグランプリを受賞したと明かしつつ、びっくりしなかったと聞かれると、その当時は本当に何も考えていなかったので、当時小学5年生の時ってすごく果敢で恐れがなかったし、あ、そっかぐらいにしか思ってなかったかもですねと笑い交じりに振り返っていた。最後までお読みいただきありがとうございました。また次の動画でお会いし。